横浜港未来21元と横浜横浜ブリッツ、横浜ブリッツの外観横浜ブリッツは神奈川県横浜市西区港未来5丁目の元と横浜内でかつて運営されていた主に音楽ライブを開催する TBS テレビ運営のライブハウスである2013年10月14日をもって閉鎖となった東京放送は東京都港区赤坂の自社保有地内にて 赤坂ブリッツを運営していたが、赤坂サカス再開発事業により2003年に閉鎖となったため、再開発工事期間中の代替施設として開業したのが本施設である。2004年11月14日にオープン。今年はパニク流のライブである。赤坂ブリッツ時代に続いて、アサヒビールがサポートを行っている。赤坂ブリッツは2008年3月14日に、 リニューアルオープンとなったが、横浜ブリッツも引き続き営業。2009年4月からは、東京放送が放送持ち株会社制に移行することに伴い、運営が同社が分割した文化事業を引き継いだ TBS テレビに関した。入居している建物の源と横浜は、原則10年間の暫定施設であり、借用期限は2014年11月となっていたが、 東海場はこれより約1年前の2013年10月14日をもって閉鎖することとなり、ラストはクレイジーケンバンドのライブ、ありがとう横浜ブリッツクレイジーケンバンドショーで約9年の歴史に幕を閉じた。なお、現と横浜自体も2015年1月25日に結婚式場のベイサイド迎賓館、ベイサイドガーデンクラブを除き営業を終了した。ありがとうございます。